こんにちは。東京タイプディレクタースクラブ事務局長の照沼孝子です。このホールにはほとんど人がおりません。東京 TDC 賞2020の、受賞者がその素材を、作品を語る TDC デイ、今年はさまざまな場所から送られてきた素材を、つないで、オンライン配信で皆様にお届けをいたします。12のプログラムがあります。一つのプログラムの内容は受賞者によるプレゼンテーションと、続いて作品へのメッセージ映像をご紹介する構成です。英語版の動画をできるだけ早急にアップしたいと予定しております。家で過ごしていらっしゃるデザイナーの皆さん、関係者、そして学生の皆さんにお届けをしていきたいと思います。ここからは MC で参加をします。国際デザインコンペティション東京 TDC 賞は、東京タイプディレクターズクラブ会員の参加支援により活動しています。この方の発声でスタートします。こんにちは。東京タイプディレクターズクラブ代表の浅場克美です。4月は東京は桜が美しく、受賞者を招いて授賞式を行っています。今年は皆さんに会うことができません。この企画がアーカイブされて、いつでも自由に見ることができます。デザインとその思考について触れてみてください。ではTDC デイ2020を始めます。東京 TDC 賞2020グランプリ受賞は、ギャラリーラファイエット・シャンゼリゼの新しいロゴ VI タイプフェイスです。受賞者の MM パリス、ミカエル・アムザラクさんとマティアス・オグスティニ・アクさん、そしてグレース・ジョンストンさんのプレゼンテーション、編集者の菅助正信さんと見ていきます。おめでとうございます。あ、失礼、録音録音できてますか？はい。じゃあまずおめでとうございます。東京 TDC 賞2020グランプリ受賞、ギャラリー・ラファイエット・シャンゼリゼのビジュアルアイデンティティに対する受賞、おめでとうございます。ありがとうございます。でまず皆様に自己紹介していただいて、それから作品と思考について伺いましょうか。いいですね。私はマチアスです。マイケルです。もう皆さん我々のことを知ってくださっているかもしれませんが、改めてパリからご挨拶します。本当は東京で今日、そしてこれから数日作品のご紹介をしたかったんですが、世界的な状況のために今パリにいます。それでグレースにお願いをして、インタビューをしてもらうことにしました。受賞作品のプロジェクトの開始は2年前だったですよね、マイケル。そうですね、2年前に始めました。お披露目は3月、1年ちょっと前でした。あ、失礼。いやいや、では初めにマイケル、少しギャリー・ラファエット、そしてランドスケープ、それからそうですね、クライアントとの関係がどう始まったかお話しいただけますか。ギャリー・ラファエットというのは世界で知られているパリのランドマークで一番大事なデパートです。世界中から人が来ます。というのはとてもビビッドな場所で、もう基本的に何でも揃っているんです。何年か前、ギャリー・ラファエットからアプローチを受けました。彼らは小売業として全く新しい、これまでと違うコンセプトを採用しようと決めたんです。シャンゼリゼという素晴らしい場所で、
でデパートの上げを再活性化、再発明する考えでした。殻を破って、また新しい世代に対応したい、そのために新しいビジュアルアイデンティティを作りたいと、そういうことでアプローチをいただきました。彼らにとって新しいステップ、未来へのプロトタイプを求めていたんです。どうなんでしょうか。今回のビジュアルアイデンティティはお店が入ったアールデコ調の建物にも何らかの形で関係しているんでしょうか。建物も出発点の一つですか。はい、もちろん我々パリコにとって新店舗がオープンしたこのビルはたくさん思い出のある建物なんです。この建物自体がシャンゼリゼのランドマークです。80年代にはフランスで最初のバージンメガストアになりました。20世紀初頭の建築でとても大きな銀行でした。ですので非常に重厚な世紀末建築の雰囲気があります。そしてパリで最初の、あるいは最も初期の1週間毎日真夜中まで営業しているお店でした。ですから2人とも我々学生の時は学校が終わって出かけていって何時間も過ごしました。この巨大なアールデコの建物でレコードを探して夢中になって、そして山積みの CD を買って帰るようなそういう具合でした。本当に大好きな場所でした。ですからこの建物を生まれ変わらせる、我々自身が強い思い入れの建物を生まれ変わらせるということでお話をいただいて、この建物の歴史につながれる、自分たちのエキサイティングな思い出が詰まった場所とつながれる、そして今日的な意義を与えられると感じました。それでアイデンティティのデザイン、タイプフェイスをホリスティックにパブリックスペースで使えるものをデザインされたわけですね。で、パブリックスペースに複数のプルラルソリューションをもたらすというのは素敵だと思います。アイデンティティとそれからロゴタイプについて話していただけますか。どうやってデザインは始めたんでしょうか。基礎になったのは何ですか。目的としてはパブリックスペースのプログラムとしてのソリューションです。ビルのアイデンティティ、そして同時に建物の中についてもついてもです。ですので、まずはパブリックスペースのアイデンティティであって、ロゴのデザイン、そして同時に、なんて言うんでしょう、システム、なんて言うんでしょう、アイデンティティ、サイネージ、そうですね、建物の中のサイネージのシステムをデザインしたんです。我々いわばゲームをしたんです。複雑な問題を非常にシンプルなタイプフェースで解決するという。タイプフェースはたった2つのダイスに込めました。ですから次のようなルールで複雑な、とても複雑な課題にゲームのように取り組みました。まず2つのダイスをデザインしました。12面体のダイスです。そしてこの12面体のダイスを組み合わせると、お店とか特定の場所を示すモノグラムになったり、アルファベットの26文字になるようにしたんです。なんでダイスサイコロにしたのか。一つはこのゲームというイメージを示すため、そして遊び心です。それだけなくダイスあるいはサイコロを組み合わせることで本当にいろんなものを作り出すことができます。狙いは建物のファサードで建物のアイデンティティを示すとともに、同時に中建物の中にも空間そのものにもグラフィックアイデンティティをこのリテールの空間にも拡大するということでした。今画面でお見せしているのはもう無限の組み合わせです。ダイスの表面のいろんな形、これを組み合わせてできる無限のコンビネーションです。もう限りない可能性が、まあ、とっても強力で組み合わせがいろいろ変えられるモノグラムを作り出せる可能性があることが分かると思います。
そしてこれがそれぞれのお店にも使われたんですね。それぞれの売られているブランドが独自のロゴタイプを持っていますけど、それらのロゴに取って代わる形で店内全体で個別のお店にも使っているんですね。はい、今回のギャラリー・ラ・ファイエット・シャンゼリゼの特徴的なところはデパートとしてストア・イン・ストア、店舗内の店舗という考え方から脱却しようとしたことです。普通ですね、大きなデパート、例えば東京のパルコ、伝統的なデパートですとか、あるいはパリの一般的なギャラリー・ラ・ファイエットに行くと、店内により小さなブランド、シャネルのお店だったり、あらゆるブランドのお店があるわけです。そして、それが固有のアイデンティティを持っています。もう中世の世界のようなものです。そういう人はありません。それに対して、シャンゼリゼのギャラリー・ラ・ファイエットに行くと、すべてのものを一つの言語へ統一して、そしてブランドをミックスするようにしています。そして、包括的なビジネスアイデンティティで、ギャラリー・ラ・ファイエットのタイプレスがすべてのブランドを表現できて、全部受け入れて、全てのブランドの発信ができるのです。そしてグリッドの上で引き伸ばしたりもできるんですよね。そして空間的にも伸ばして立体にできるんですよね。平らだけでなくて、はい、画面に出していますけども、それぞれの文字について2つずつのバージョンがあります。みんなダイスでできています。でもこれが制約、限界にはならない。常に拡大したり、あるいは拡張したりがサイネージのデザインについてできるんです。この後のスライドで見ていただけると思います。これは店内のサイネージシステムの例です。これで伸ばしたり縮めたりできるわけです。今回のデザインは過去に成功した2つの大型プロジェクトを参考にしてみました。一つはドゴール、そのロケーションのためにタイプフェースを、独自のタイプフェースを作りました。もう一つはポンピドゥセンター、建物とタイポグラフィーが一体化するように作りました。初めから建物の一つをなすものとしてデザインをしたということです。先ほどマイケルが言ったように、建物の内部を一つの空間として統一し、ブランドごとにバラバラな表現が共存するということがないようにしました。一つの統一した世界を作り上げるためです。これはとても重要なんです。そして初めはコンパクトなんだけれども、そこからどんどん拡張させていくというアプローチがとてもいいなと思ったんです。まずは2つのキューブにすべての素材を盛り込んで、それを出発点としてさまざまな形で組み合わせていくことで一つな宇宙を作るんです。なるほど、ダイスを活用したピクトグラムもデザインされましたね。ええ、一つの言語のようなものです。アイデアをさらに推し進めて、タイポグラフィーだけではなくピクトグラムも開発しました。あらゆるものを2つのダイスで表現できるようにしました。最もシンプルな道具箱とでも言いましょうか。ピクトグラムはいいですね。世界共通語のようなものですし、デパート全体の構想ともうまく調和しますね。そして MM の考える新しい世界観を体現していると思います。はい、僕とマイケルとしてはとっても複雑な課題に対する答えを探していて、
ピクトグラムが私がたどり着いた最初の答えでした。私たちは公共スペースをどのように定義するかとか、公共スペースの中をどのような表示で案内をするかとかを考えつつ、同時にお客様が日常から逃避できるようなスペースをどのように提案してくるのかというような課題に取り組みました。つまり、どういうことかというと、一般の方がフラッと入りやすいようにしたかったんです。なので2つのダイスを象徴として使うのはとても重要でした。なぜならダイスというものは人々が昔から親しんできた、いわゆる対戦型ボードゲームに根ざしているからです。ボードゲームというのは合理的なルールとハザード、障害のものというのがセットで作られますよね。タイポグラフィーにおいてもある意味合理的な要素とハザードの要素が組み合わさったものだと思うんです。当初から我々が作品を作るにあたって表現すべきだというふうに思っていたテンション、対立構造のようなものをなんでしょうかね、クリエイティブの関係性のような。そうですね、ハザードという概念はとてもいいと思います。厳格なルールとハザードの組み合わせというアイデアは様々な可能性を秘めていると思います。おっしゃっていたボードゲームのように、考案したあらゆるものには必ずルールがあるということですよね。ここでアイデンティティの色使いについて伺いたいと思います。そしてポジとネガの考え方ですね、まあ、デザインとしてもなかなか興味深いというふうに思いましたので、どのようなアイデンティティシステムでも必ず色の概念が存在します。ここでは馴染みのあるよく使われるような色を意図的に選んできました。そして何と言いますか、それぞれのアクティビティにより関連の深い色といいますか、ヒューマンカラーといいますか、まあ、そういったものを選びました。また店の中という環境でありますので、すでにたくさんの色が混在している環境です。ですからそのような環境であまり使われていない色をあえて使うということが大事だったと思います。またかっちりしたタイポグラフィーにしないことも大事だと思いました。全体的に装飾という方向にシフトしてもいいのかなということで、例えば先ほどお話ししたようなポンピドゥセンターのような公共スペースのプロジェクトでは、当初装飾という概念は完全に脇に置いていました。ただ小売りの環境、お店の中では少し装飾の要素を入れてもいいと思います。むしろ必要だと思います。よろしいですか。このプロジェクトではまず最初にオープニングイベントの招待状を用意して、先ほどの色合いも披露されたんですよね。来客するお客様の目線で考えていたのですが、お客様は店舗にいらして出ていかれるわけですよね。例えば包装にもアイデンティティが使われていると、印刷物、そのデザインについてお伺いできますか。印刷物の根本にある考え方はとてもシンプルで単純です。オープニングイベントの招待状には小さなバッグに入った透明素材のダイスを2つ同封しました。ぜひいらしてくださいというような招待状の中です。この招待状というのは全ての一般のお客様にお送りしたわけではなく、最初は限られた方向けで、そこからの口コミを期待しました。
招待状を受け取った方はなぜか同封されているダイスとダッシュボードを遊ぶうちに新しい世界を築いていく、そういった仕立てです。あとバッグなどはかなりシンプルなデザインにしましたね。そしてシンプルに色は白と黒だけを使いました。片方にはインフィニティのモノグラム、そして反対側にはギャラリー・ラファイエットのロゴのみをあしらっています。そしてタイポグラフィーは縦方向も横方向にも引き伸ばして形を変えることができるので、そのようなバリエーションを一部の場所で使用しました。より生き生きした表現が欲しかったので。面白いお話をありがとうございました。今日はアイデンティティのお話をありがとうございました。改めましてこの度はご出場おめでとうございます。ありがとうございます。私の話が分かりやすい内容であったことを願っております。この3人で今回プロジェクトの話ができて大変嬉しいです。この動画をご覧の皆さんにも少しでも制作の意図をご理解いただき、作品を楽しんでいただくきっかけを提供していることを狙っています。ありがとうございます。 TDC の皆さんありがとうございます。失礼します。ありがとうございました。はい、私は編集者で、株式会社グーテンベルクオーケストラの代表をやっております、菅助正信と申します。今日はとても光栄な機会を設けて、この、MM パリスについて、ちょっと、お話をすることを、ご指名いただきましたので、この場で、お話をちょっとだけしたいと思っております。僕はですね、まず MM との出会いでいきますと、1997年に僕が、パリの彼らのオフィスアトリエを訪ねていったというのは、出会いのきっかけですね。その時僕はコンポジットという、インディペンデントのカルチャーマガジンの編集長をやっておりまして、でちょうどその時に彼らが、日本の幼児山本のカタログとポスターの、デザインをやっていまして、それを、東京で見ていても非常にインパクトを受けたものですから、ぜひ会いたいなと思って、彼らのパリの、アトリエを訪れたのが、付き合い出会いのきっかけですね。その後、僕がコンポジットの、ロゴをリニューアルするときに、MM に、ロゴのデザインをお願いしたりとか、2007年に日本の紙の、総合商社である竹雄の、当時毎年やっていたイベント竹雄ペーパーショーの2007年の、際に僕が、共同ディレクターの一人だったので、MM に、紙のオリジナルの製品の、デザインをお願いしたりとか、そういう形でいろいろと、お付き合いをさせていただいております。MM は、その後、日本の仕事では、2017年だと思うんですけれども、パルコのキャンペーンを、手掛けるようになりまして、ちょうどその1回目のパルコのキャンペーンが始まった時に、パルコの人たちが、彼らを、東京に呼んで PR を、彼らとやったわけなんですけども、その時の、歓迎食事会にも、呼ばれて、一緒に食事をしたこともあるんですけども、その時に彼らが次にパルコのキャンペーンをやってよみたいなことをすごく喜んでいて、彼らはすごく、日本の広告とかグラフィックにも造形が深い、よく勉強している人たちなんですね。で、その TDC との兼ね合いでいくと、多分彼らが2003年と2004年に賞、を取っていると思うんですけれども、2006年だと思うんですが、MM が、リアム・ギリックというアーティストのアートブックで、マラガという本のデザインで、受賞していると思うんですが、その時の、銀座グラフィックギャラリーで行われた TDC の授賞式っていうのがありまして、僕も行ったんですけども、その時に MM の2人も、来ておりまして、授賞式レセプションに、臨んだんですが、ちょうどその時の会
に井上嗣也さんが、ほぼ日刊糸魚新聞の、T1 ワールドカップ、2という、そのポスターで、受賞していたんですね。それで、僕まあ井上嗣也さんともちょっと面識があったものですから、で MM が井上嗣也さんが大好きだっていう話をしてたので、じゃあここに井上さんいるから紹介するよって言って、井上さんをその場で MM の2人に紹介したら、ミカエルとマティアスがちょっとびっくりしたというか、すごい興奮して、あなたが井上嗣也さんですかって、リスペクトしてますみたいなことを言って、そこでも、床に座ってへへーとこうなんて言いますか、拝んだことがあるんですけども、それはすごくよく覚えてますね。まあ、そういうふうに MM は、井上嗣也さんがやってきてた、コムデ・ギャルソンとかパルコとかもすごくちゃんと見てる人たちで、まあ、そういうパリの、井上さんよりも、若い世代である MM みたいな人たちがこうやって TDC で、しかもグランプリを取るというのは、すごくいい日本のグラフィックデザインや日本の広告デザインの世界へのある種、電波といいますか影響の結果だと思いますし、そういう外からこうやってフィードバックが来るというのは、文化の交流として、文化の活性化として、とても素晴らしいことなんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、先ほど、MM の、2人が、映像で今回のグランプリの、ことを説明してましたけども、パリの、百貨店、ギャラリー・ラ・ファイエットの、シャンゼリゼ通りにできた、ギャラリー・ラ・ファイエットシャンゼリゼ通り店の、グラフィックシステム、デザインシステムで今回、グランプリを取っているわけなんですけども、僕は現場で見てはいないんですが、こうやって、画像とか映像でしか、見れてないんですけども、やっぱり見ててやっぱり素晴らしいデザインだなとつくづく思いました。この中で先ほど MM のマティアスが言ってましたけれども、すごくシンプルなんだけどもプレイフル、遊びがある、遊び心があるということを何度か強調していて、そこが本当に MM らしさといいますか、彼はすごくこのグラフィックデザインのベーシックなファンダメンタルな基礎教養がもう十二分にあって、その上でいかに新しいことをやるか、新しい遊びをやるかということをずっと追求しているデザインチームだと思うんですけども、まさにそのヨーロッパの割とオーソドックスなタイポグラフィーとかというものをしっかりベースにしながらも、でもちゃんと遊びがある。今回の場合は2つのサイコロ、ダイスですね、ダイスのある種組み合わせのようなタイポグラフィーっていうことをやってるんですけども、でもちゃんと可読性があって、決まりがしっかりしている、その決、ま、ゲームのルールがすごくしっかりした遊びをやってるっていうところが、このギャラリー・ラファエット・シャンゼリゼのすごく面白いところだと思うんですね。で、かつその彼らが言ってるのは、そのちゃんと世界がエクステンド、拡張できるようなものにしていると、そして、拡張してるんだけどもちゃんと統一されている、ユニファイド、ユニファイされているということを言ってましたけども、まさにそこが、彼らの、単に遊びだけでも終わらず拡張しているんだけどしっかり統合されている、しっかりある種の、ルールがある、レギュレーションがあって美しく、ハーモニーを持って統合されているところは本当に素晴らしいなというふうに思いました。で、彼らの活動とか、こうやってデザインとかを見ていていつも思うのは、アメリカ、まあ、欧米のことわざで、巨人の肩の上に立つという言葉がありますけれども、つまり、僕ら、クリエイティブの人間というのはやっぱり歴史の、積み重ねの上に、立って、で次なる、レンガを積むといいますか、次なる一歩を踏むようなものだと思うんですけれども、MM の、デザインを見てていつも思うのは、すごく巨人の肩の上に、本当に、すごく、しっかりこう立ち上がって遠くを見晴らしているような、そういう気持ちよさがいつもあるんですね。歴史を継承していて、でもちゃんとこの自分たちなりのツイストを思いっきりやって、すごく新しい見晴らしといいますか、視野を広げさせて見せてくれるというところが、いつも、彼らの仕事をリスペクトしているところだと、僕は、思っております。本当に MM の、お二人、受賞を心から、祝いたいと思います。おめでとうございます。はい、僕の話はこんなところです。以上でした。井上嗣也さんは東京 TDC2020 の特別賞の受賞者でもあります。これは銀座グラフィックギャラリーの TDC 展の
展示写真です。コム・デ・ギャルソンのために作曲した小野正弦の作品、そのアルバムのジャケットデザインとポスターシリーズです。その井上さんから MM パリスへのグランプリ作品へのメッセージが預かっております。代読いたします。 TDC 審査会場で見た MM パリスの仕事が数ヶ月経った今も強く印象に残っている。単なる基地の発想から離れ、緻密と大胆、計画と開放といった形で秩序の中に自由を探し出す二重底の力技を展開した。私たちの知らない MM パリスの新たな表現に自分の中の猿が騒ぐ。そのタイポグラフィーは見た瞬間動く気配とデザイン周辺に何かが生まれる予感を抱かせてくれる。砂粒を数えるような根気強い着想と定着は自分には到底作り得ない作業だと思った。 TDC グランプリの言葉通り、30年を経た TDC の見事な美しい到達点を示してくれた。おめでとうございます。井上嗣也。